皆さんこんばんは。今日は2月16日、今の時間は22時56分です。ご覧の通り、空からしんしんと雪が降っています。最近は毎日こんな天気ですから、全然星空を眺めることもできませんし、もちろん天体写真を撮ることもずっとできません。本当にいつになったら春になるのかなと、毎日のようにやきもきしています。空からたくさん雪が降ってくるのがわかるかと思います。ちょうど家の前の道路を見ています。この道路も今朝除雪をしたんですが、もうすでに10センチ、15センチぐらいは雪が積もってるんじゃないでしょうか。一体いつになったら春になるのかなと思って、とっても春が来るのが待ち遠しいです。南の地方は雪が全然降らないんだろうなと思って、とっても羨ましいなと思います。でもこの雪、水分の多い、粒の大きい雪なんですが、これがやってくるとだんだんこちらの方は西高東低の気圧が緩んできて春らしくなってきます。あともう少し、あともう1ヶ月、それぐらいすれば春になるのかなと、そう信じています。今日は家の前の雪降りの様子、簡単にレポしてみました。以上です。ありがとうございました。